高島は、島根県増田市北部の沖約1 2トルに浮かぶ島である。別名、七子島。島根県増田市に属する。最盛期の1960年には125人の島民が暮らし、島内に、増田市立鎌手小学校、増田市立鎌手中学校の分校があった。しかし、過疎化の進行に加え、1972年の、 集中豪雨災害などで大きな被害を受けたため、1975年3月に全住民が対岸のマス市、土田町に集団移住して無人島となった。現在は磯釣りスポットとなっている。高島の空中写真無人島化された翌年の撮影。整備された港はなく、車道もない。急斜面に家屋や畑十が見えるが、 平坦地が全くない急峻な地形である。国土交通省国土画像情報をもとに作成、高島上空からの撮影。山頂に灯台が見える。奇跡安山岩などのふんで岩からなり、海岸線は日本海による海食を受けて断崖となっている。東に標高約117.4メートル、西に80メートルの2つの山があり、平地はほとんど存在しない。 河川も存在しない。島全体が暖流である。津島海流に囲まれているため比較的温暖で、霜や雪は少ない。年平均気温は、摂氏16度前後と島根県内で最高である。元織のりながは、玉勝間に、ネズミの多い島と記しており、ハタネズミやカネズミが生息する。また、周囲の断崖には、ヤツリり草かのヒゲソゲが多いしげり。 大水泣き鳥の生息地となっている。現在は無人島であるが、最盛期の1960年には125人の島民が暮らし、海藻類、貝類、ウニ類の採取や船を出しての移海先漁のほか、南東斜面のわずかな平地を集落や段々畑に利用して麦、豆、サツマイモや野菜を栽培して生活していた。島民の一部には、遠洋漁業の乗組員として、 生計を立てる者もいたものの、名産の高島のりと神油用の椿の実が数少ない現金収入源であった。本土との連絡は月4便の市営都線が運行されていた。しかし、港とは名ばかりの船着き場であり、冬季や高天寺の寄港は困難であった。この他の緊急連絡手段としては古来からの呪のしに頼っていたが、1959年に、 無線電話が開通して災害時や休館時に大きな役割を果たした。生活用水としては雨水の他用水を利用していたが、1951年に貯水槽が完成。1962年には給水設備が整えられた。高島に人が住み始めた時期についてはつまびらかではない。大英年間に高島を根拠地とする海賊が現れたため、 岩見を支配していた増田権利が兵を送って、平定したという。その後、高島に徴住する者が現れた。移住者については、手羽の武士の亡命説、馬木城の武士の漂流説、茶臼山城の水軍の逃亡説など諸説あり、遅くとも15世紀後半には定住者がいたと言われている。江戸時代には浜田藩の領地となった。聖徳元年秋、 ネズミが大量発生して工作物や草木の根を食い荒らした。不良も重なり、島民は浜田藩に生活困窮を訴えたが解決されず、翌年に全員が対岸の本土へ調戦した。藩は祈祷するよう様々な手を尽くして説得したが、最終的に島町を含む4個18人が祈祷したに留まった。残りの6個29人はそのまま本土に到着したという。 もともと七子島の別称が示すように、個数が増えすぎることを避けてきたが、明治以降打体が禁止されたため、急激に人口が増加した。生活に必要な施設、設備も少しずつ整備されていき、1912年に分、教場を設置、1946年の学生改革で、鎌手村立鎌手小学校、中学校の分校となった。 1952年には発電機が設置されて高島に初めて電灯が灯り、1962年には新型の自家発電機が導入されてテレビ受像が可能になった。しかし、過疎化の進行に加え、1963年の38号説、1972年の集中豪雨で大きな被害を受けたため、防災集団移転事業が適用され、全島民が本土へ、 集団移住することになった。1975年3月、島民の希望で、増田市、土田町跡、伊地区の高島が望める高台に集団移住し、以後無人島となった。なお、無人島化したことにより2015年4月1日付で、離島振興対策実施地域から指定解除された。第二都姫命の伐死、お辻姫が、朝鮮半島から、 赤狩りの背に乗って、日本にやってきて、最初に降り立った島が、鷹の住む島、京の高島であったという伝説がある。母から託された作物の種子を持ち合ってきたが、大山住神の使いである鷹に、肉食であるため不要であると追い払われた。このため、高島では、作物があまり収穫できないのだという。対岸の津田から、お伊勢という美しい娘が、高島に嫁いできた。 しかし、しばらくすると島の生活に飽き、親元へ戻りたいと考えるようになった。対岸までの距離が三里であると聞いた、お伊勢は、島の周囲が一里であることから三周泳げるようになれば泳いで帰れると考え、毎晩泳ぎを練習した。ある日、ついに三周泳ぐことができた、お伊勢は、そのまま対岸へと泳ぎ始めた。本土まであと半里の岩礁にたどり着き、 はるか遠くなった高島と、完全に大きく近づいた本土を見て、安土間から気が緩んだお伊勢は、疲労もあって気を失い、そのまま命を落としたという。以来、この岩礁を伊勢とと呼び、月夜の晩には、お伊勢の声が聞こえてくると伝えられている。高島灯台は、昭和40年度頃標識整備新鋭工事として、建設された沿岸大型灯台。 1966年3月初点灯。白色円形コンクリート建築。当初から無人管理の灯台であり、室温調整、電球交換など完全に自動化されている。機器の動作状況は浜田航路標識事務所へ電波で送られ遠隔管理されている。ありがとうございます。